思い出です。というわけで、ね、今日は久しぶりのフリースタイルバスケミックステープいきましょうか。あの去年の、ね、夏頃に一番伸びてるフリースタイルバスケミックステープを一緒に撮ってくれたゆうやの登場です。お願いします。YT スタイルを色濃く伝承した男で現在キレキレモンスターとして活躍中のゆうやくんです。お願いします。まずゆうやのスキルを見てもらって、かっこいい人だなってなって、ごちゃごちゃ最後バスケして楽しい一日で終わろうかなと思います。じゃあやりましょう。はい、頑張りましょう。ってなる壁に、まあ、フリースタイルバスケをねたくさんやってる時期は結構こういうのあったんだけど、この YouTube でこういうグラフィティ映ることはないから新鮮だよね。ちょっとイケイケなスポットから今日はスタートして、一気にパーッとミックスいこうかなって感じで。秘密基地作りたけど、小学生の頃に作ったな、こういうところ。ここはなんか、ここか、いいね。うわー、うまマジ。汚い。これ真っ白だったんだよ。ほぼ新品みたいなボールだったのに、もう3年ぐらい使ったボールになった。どうでしたでしょうか。まあ、前回に引き続きゆうやとやったら結構エネルギッシュなね流れが多いんで、結構楽しめる内容になってるんじゃないですか。というわけで今日はここからね、ゆうやはこうバスケもできるんで、最後はバスケして締めてみようかなっていう。だから今日はフリースタイルバスケ見て、最後バスケも見れるっていう盛りだくさんの内容の一本ですね。勝つ3 3。おお、いいですね。
おう、おい、あやばい、やばい、やばい、やばそう。うまい。おお、うまい。これです。ユヤは今守ってる最中にこの時この人強いんだよなって言ってくれてました。そうなんです。わー、危ねー。まあでもあのね、やってわかった、フリースタイルバスケミックステップと1対1は一緒にやるもんじゃないぐらいきつい。フリースタイルバスケもやっぱり長年やってるとね、簡単そうに見えるかもしれないけども、相当鍛錬された動きが2人とも入っててね。まあでもね、ゆうやとやったなりの楽しみ方はできたと思うので、はい、どうですか皆さん。どうですか。このフリースタイルバスケミックスルガのバスケ、まあ、このパッケージも好きだったらぜひ、まあ、そもそもね、俺とゆうや あのフリースタイルバスケミックステップ一番伸びてるんで、次は目標、高評価100は欲しいね、いつも言ってるけど、やっぱこうフリースタイルバスケを俺は応援してほしいので、再生してくれるだけでフリースタイルバスケが知られるので、その辺はぜひ応援してもらえれば俺はすごく嬉しいです。というわけで、じゃあゆうやボール持ってきて、ダッシュで、はい。ゆうやはこのいきなりフリースタイルチャレンジの成功率は 0% です。今日こそ決めきれるのか。さあ今日こそノーミスいけるか、レッツゴー。いいよ、おお、おいいいいよ、おおおはい。うまい。ちゃんとしてます。ありがとうございます。まあ、ゆうや編好評なので、ぜひ皆さん高評価お願いします。というわけで、お疲れでした。